早寝早起きと三食食べろと命令口調で説く本を疑問に感じて、体がつく嘘に惑わされてはいけない。新地図のない旅愛、五木博之作家。健康寿命趣味人生。人生100年時代と言われ、人が経験したことのない未来が待つ世界になりました。先が見えない世の中で90歳を迎えた作家五木博之さんが綴るエッセイからは、日常を新しい角度から見るヒントが見つかるかもしれません。五木さんが年の初めに今年こそはと固く決意しても結局実現しないことがあるそうで、ドクターに生活習慣を指摘され、毎年年頭に今年こそはと決心することがある。一番多いのは絶対に正午までに起きるようにしようという誓いだ。私はほとんど午前6時頃に眠りにつく。起きるのが午後の2時前後だ。時には朝の8時にベッドには行って、夕方ごそごそ起き出したりもする。そんな暮らしを60年も続けてきた。それはいかん。人間はちゃんと朝日を浴びることが大事です。早寝早起きこそが健康の第一歩ですぞと有名なドクターにられた。そこで素直にはいと言わないのが私の悪い癖だ。朝日なら寝る前にちゃんと浴びてますから大丈夫などと口では強がりを言っているものの、内心では何とかしなければと思ってきた。健康本を購入してみる。年の初めに今年こそはと固く決意するのだが、結局未だに実現したことがない。それに例年の生活習慣を急激に変えるのは良くないという説もある。勝手な言い草だが、その説にも一理あるような気がしないでもない。ここまで来た以上は最後まで続ける方がいいのではあるまいか。今は健康ブームでいろんな本が書店の店頭にあふれている。面白そうな本は必ず買って読むようにしている。別に役に立てようと思っているわけではない。どんな突飛な意見にも一理ある場合が少なくないからだ。真剣に参考にするというより、なるほどそんな発想もあるのかと興味本位でページをめくっているのだ。健康本は娯楽本として読む。そんな雑読の中でこれはちょっとどうかなと感じることがある。早寝早起きと三食きちんと食べなさいと命令口調で説く本だ。人にはそれぞれの体質というものがある。一日一食で健康な人もいれば、絶えず間食をしながら長生きする人もいる。一律に押し付けるような言い方は果たしてどうだろうか。だから娯楽本として健康本を読むのだ。そんな中にも時々なるほど遠名付かせられるようなヒントがあって、そこが興味深いのである。ある本では右へ行けという、別の本では左が大事と勧める。どちらもそれなりの理屈があって判断に困る。健康のための健康ではない。そういう時は自分の実感に従うしかない。常日頃自分の体との対話を怠らない人は体の声が聞こえるはずだ。迷うことなくそれに従う。間違った場合は自分で責任を取ればいいではないか。体は時として落ち着く。それに惑わされないようにするのも経験である。ずっと自分の体の声に耳を澄ませて生きていると、その辺が微妙にわかるようになってくるだろう。健康は大事だ。しかしそれは健康のための健康ではない。うまく言えないが、真実というものは明快に言い切れないものなのではあるまいか。地図のない旅というのは、いわば私の生き方そのものだ。あちこちの街で暮らし、この先もどうなるかわからない。地図のない旅は、これからも続くのだろうか。後書きより、90歳を迎えた著者が、人生100年時代という道の旅を前に、日々の思いを綴る。出会う人々との何気ない会話、体との付き合い方、ふと蘇る記憶。変わり続ける日常を、新たな視点で見つめ直す69のエッセイ。新地図のない旅愛。作者、五木博之。1932年福岡県生まれ。57年早稲田大学ロシア文学科中退後、ルポライターなどを経て66年、さらばモスクワグレン隊でデビュー。青ざめた馬を見よで直木賞受賞。青春の門、筑豊編で吉川英治文学賞。新蘭で毎日出版文化賞特別賞。戒厳令の夜、風の王国、大河の石雫など著書多数。